じゃあ行こうか。うん、だいぶあれだね、日経っちゃったからちょっとレベル上げた方がいいかな。うん、あとはそうだな、クエストもやんないといけないしね、そんな感じですわ。ともかく明日からまた行けますんで、うん、そうだね、テスト前に2回ぐらい行きたいかな。1回にしとくか。うん、11、うん、ちょっと待って、10、11で行くか。じゃあ12に散歩があって13が行けないらしいんで、うむ、はい、仕方あるめえよ。うん、伸ばそう。ガチャリ、うん、よし、よし、今日も早瀬くんじゃい。うん、あ、どうしようかな。やっぱ今日行っていいか、それで。うん、うん、チャリン、ウィー、好きだね。うん、おはははこっちでいいらしい。うん、おやったぜ。うん、マジか。どっちでもいいみたいだけど、うん、いい方向に向かってってるな。うん、いやいや、かっこいいぜ。イエイ、
あれから1週間。正直これからどうします？風花は？ゆかりちゃん落ち着いてるね。混乱してても始まんないでしょ。この1週間ここのムードも最悪だし、誰もタルタロスへは行かないし。確かにそうだな。人という生き物が7日を過ぎるとどんな環境にも適応を見せるらしい。どうだみんな、そろそろ冷静に話してみないか。サメベさんはもう決めましたか？さあな。だが逃げる気はない。ニュークスと戦うということが、どんな相手かもわからないし、倒せない存在って話だけどな。お前こそ涼しい顔して本音はどうなんだ？正直自分の死についてこんなに見つめたことはなかった。しかしどちらかを選択せざるを得ない。苦しいよりは楽な方がいいさ。だがそれで彼を殺すというのは、どの道死ぬという点も気に入らない。じゃあ領事君には何もしないってことで一致ですか？お前はどうなんだ？私はその、確かにどう死ぬかとか言われてもそんなの選べないよね実際。っていうか順平は決めた？いや。どうしたの？あ、もしかして怖い？お前、なんだよそのノリ。冗談言ってる場合かよ。純平。死ぬって話だぞ。怖いに決まってんだろ。みんなも何ご立派なこと言ってんだよ。絶対死ぬって意味考えたんかよ。じゃあどうするんだ、殺すのか彼を。俺にできることなんかないっすよ。殺せんのは抱えてたこいつだけなんだし。大体お前のせいじゃんか。そんな偉いもん抱えながら気づきもしねえでさ。お前が育てちまったんだろう。お前のせいみたいなもんじゃねえか。なんとかしろよ。お前特別なんだろ。やめなよ純平、彼のせいじゃないよ。今まで抱えてきてくれたから私たちまだこうしてられるんじゃない。くそ、分かってんだよ。けどさ、さっきはあんな風に聞いて悪かったけどさ、でも私忘れるなんて嫌。だってここに来ていろんなこと分かったから。私こんな話本当はしたくねえんだけどさ、俺の親父酒に溺れててさ、いわゆる依存症ってやつ。コツも知らねえのに土地高で下手打って、それ以来な。正直軽蔑してた親父のこと。現実から目を背けて酒食らってさ。でも親父のそういう気分今俺すげえわかんだよ。解決しねえって分かってたって、怖えもんは怖えんだよ。私もだよ純平君。平気なやつなんていない。俺だって怖い。そうだな、私も正直震えが来るほどだ。生まれて初めてだな。みんな同じだよ。私だってゆかりっち。よし、もうこういう半端な集まりはなしだ。どのみち彼が再び現れるのは大晦日だ。それまでは普段通り過ごすことにしよう。まだ時間はある。それまでよく考えてくれ。そらそうよ。
ありがとう。うん、間違いね。ガキさんでっけえよなー、マジで。でかすぎるよあの人。行きましょう。さて。うん、すげえ久しぶりだけど、どうかな。うん、順平が、うん、58 57、うん、あー、うん、ちょっと低いかな、本当にちょっとだけど。うん、なるほど。コロマルと順平とミツル様、そうだね。うん、ミツル様いいね。これ弱点無効、うん、激アツじゃないですか。ほい、うん、アイギスがいないと広いよ、広すぎる。あ、クエスト、おでん缶やってねえや、そういえば。じいちゃんばあちゃんとこ行ってねえな。うん。めっちゃ上がってんな。マジで上がってんな。いいですね。うん。サキュバスとインキュバス。うん、200回、あ、これ取っとこっか。ギガスでしょ。ギガスだな。うん、オッケー。うん、圧殺の金槌もう持ってる。一個売ったんだが、しかも、うん、あれいいね。クリ率半端ないから気持ちいいんだよね。さてと。んじゃあ一旦切ります。さてと。ですね。うん。ちょっとミックスエイドをね、やろうかなと思いまして。レベルがどうなったの ?59、58。58。うん。コロマルとミツル様があれなんで、どうしよっか。真田さん連れてっか。じゃあ、むむ、ういっす。ゆかりちゃん、うん、うん、オッケー、行こうか。うん、ミックスレード多いんだね。あとやってないの10個あるらしい。俺5、6個ぐらいだと思ってた。全然多い。5、6個だったらもうとっくに終わってるか。ミックスレード見てみようか。じゃあ、うん、これね、発動させたやつね、残してくれんだよね。うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、うん、あと10個だな、ちょうど。17ぐらい。うん、
で、まあ下ろした結果、うん、50万ぐらい。まあ50万ぐらいで済めば、もっとか、6、70万ぐらいか。まだいい方だけど。ていうか、全部、どうしよっかな、全部できないかもしんねえな。引き継ぎとかできないのかな。衣装は引き継ぎできないだろうな。まあ、しゃあない、もう一回やるしかないか。先制攻撃のチャンスです。敵一体。じゃあ、やりましょうか、早速。まずはですね、インキュバスとサキュバス。インキュバス、俺サキュバス持ってなかったんだね。持ってるもんだと思って。作り直しだった。いくか。猛殺。高確率か。全体って一匹しかいなかった。おぉ。これいいんじゃないか、ボス戦の時とか。戦術だ。妙に何もできない。敵は氷が弱点。しょうがねえな。ハリケーン。行くか。弱点をつきました。来た。総攻撃チャンス。この。ターン。いいね。うん、ヘカトンを消しちゃったんだよな。まあいろいろありまして、ソンカーシジークリートを作りました。うん、こいつ強いんだよね。なかなかガッチガチの武闘派にしちゃったけど、うん、よっしゃ、来いや。ウリア通る。そういえば雷系の最大通るじゃなかったね。あのあれだった、オーディンだった。うん、グレン火山殺っていいのか。斬撃で大ダメージ。何これ、かっけえ。かっこいいね。まだまだガンガン行くぜ。 OK。 ということでミックスレイドも見たんで帰るか。うん、こんな時にこれが役に立つと、うん、楽だぜ。残り8個か。まあできるとこまでやろうかなと、うん、思いますんで。軽視者がいないとあれか、舞ちゃんが進められ、まあいいや、それはまた後でいいや。じゃあ一旦戻りますか。うん、大体みんな60ぐらいになってきたね。うん、うん、あ、先生、チーズ、うん、おめえ挽回、返上じゃないですか。うん、おう、難しいっすよね。うん、俺これ知ってるぞ。あれ4にも出てなかったっけ、これって。うん、うむ、
さてと。経営者いなくなったんだよな、確か。ヘカトンが消えちゃったから、よし、なんかじゃあ経営者作るか。やべ、こっちから来ちゃった。うん、うん、うん、舞ちゃんか。舞ちゃん久しぶりやな。あ、売るか。うん、ルナエッジ。うん、片手剣が多い。ああ、これか。こんなもんか。やっぱペルソナちょっと下ろしただけであっちゅう間に減るな、金が。うむ。うっす。あ、スタッカハリティガネーション。うん、死神サマエルか。何作るんだっけ。結社か。あ、余裕でできる。ホルトロス、バスキ。うん。ホルトロス。はい。とりあえず作っとけと。うん。そっか、ヘルズエンジェルも消しちゃったんだもんな。うん。ドゥイーン、ヒルルルルル。いや、オッケー。うん、よし、じゃあ行こうか。これで最後かな。うん、もしかしたら最後。ヤッホー。うん、あー、最後じゃないかな。かわいい。うむ、黄昏だぜ。
어? 나나코 ちゃん パターン 来た。 페르소나의 주인공은 요조にも モテます。 우와! なんて ロマンチックな 子だ。 아티스카. 太郎がああいう反応するの珍しいね。君か、おかえり。どうも、うっす。うん。うん。かっけー。 間違いないです。うん、やってる、やってる。すいません、全然やってないっす。うん、宣告者の再来を願っていた。うん、 なるほど、そういうことか。なんと、うん、そうなんだよね。過ごそうって思ってる時点でもうね、うん、嘘をつこう。 余裕余裕。全然勉強してない、すいません。ついに幼女も攻略しまして。 土曜もあれか、探索ができんと。アリス、ジークかっこいいね、やっぱ。うん、ソウルキャリバーのジークもかっこいいけど、うん、檜山だしね。 うん、あ、土曜日があれだわ、終わっちゃったからな。どうしよっかな。そっか、警視が終わっちゃったから。警視本当は9なんだよね。うん、どうしよう、なんかあるかな。 お、チーズ。うん、虫米。うん、おお、これは知ってる。<笑>うん、いい国作ろう。うん、
さて今日はどうしようかな。ゆかりさん、だいぶ上がってきたな。もう低いやつねえじゃん。うん、ああすいません、みつるさんも。うん、じゃあどうしよっかな今日。じいちゃんばあちゃんいけるかな、行っとこうか。いけそうだったら。そしたらもう外のコミュニティ星だけになっちゃうのかな。あ、法あったっけ、それ以前にない気が。ないか、星だな。うん、こうなんか下ろすか。うん、じいちゃんまじゃ9で止まってんだもんな。だってあれだよな、さすがに早く終わらした方がいいよな。必要なペルソナも少なくなるし、安い方のやつ、重い金とか。ウェイ、うん、おお、でよし、2万、オッケー、行きましょうか。久しぶりやな。うん、でこうなってくると、あとはみつる様と、あ、ゆかりちゃんもか。で小野寺さんとベベは、うん、小野寺さんちょっと遅れてっかな。うん、ウェイ、キャキーン。うん、はい、うん、あ、上がんなかった、マジか。うん、今日は探索不可。うん、あれ不可じゃなかった、あれ、あ、行けるんだ、行けるけど、あれだ、散歩に行けるからあれだ。うん、俺は行く。オッケー、うわぁ、すげえことになってんな、道。やっほー、コロマルくんって言った。かわいい。今通り過ぎてるとき、すごいビビってんだろうな。いいね。うん、寝る。で、日曜は太陽か。うん、社長。
うん、オメガドライブってどんなんだっけ。おう、オッケー。2周目そういえば装備品引き継ぐっぽいんだよね。マジか、いいですね。それはなかなか美味しくないかい。さあセーブしとこう。じゃあ一旦切ります。